ホンダ N ワゴンカスタム L ターボホンダセンシング、ホンダ N ワゴンカスタム L ホンダセンシングということでね、いやーこの車ねターボ車なんですよね。今ねすごい低速で走ってます。ほとんどねこれ今アクセル踏んでない状態ですね。今のところね全くストレスがないですっていうかこれ普通車に乗ってんのっていう感じしますね。はい、今ね、軽く踏んでます。本当にね雨踏みに、10% から 20% ぐらいですかねアクセル。それでね今回転数がね2000回転から3000回転ぐらいですね。いや力強いよこれ。こちら、軽自動車ということで、馬力の方はね64馬力と、軽のねいっぱいいっぱいの馬力なんですが、これちょっとトルクが結構やっぱターボ車ってトルクがあるんですね。低速からのねなんて言ったらいいんでしょう、こうアクセル踏まなくても走る車っていう感じっていう感じしましたね。よくできてる車だわこれでやっぱこれカスタムということでね、内装もねやっぱりかっこよくてね、ハンドルもねこれターボ車がこれ革張りなんですかね、なんかすごいねやっぱ高級感感じるんですよね。でやっぱなんといってもねこの遮音性がだいぶ上がってますよね。それがねちょっと高級感につながってるのかなと、上質なね走りを感じるのかなと思いますね。ちなみにねスポーツモードはついてないんですが、このパドルシフトはねついてます。ちょっとねすぐ信号のたびに止まってしまうんですが、今のところねこれアイドリングストップしないですね。そういう機能もあると思うんですが、今つきっぱなしです。あ、そっか、イーコンモードを押してみよう。これね、ターボモデルは WLTC モードで、21.2kPa ですね。で、ターボじゃないのでね、23.2kPa と。いやー、すごい走るんですよね。いやー、もうこれハイブリッドいらねえんじゃないかなっていうぐらいの高燃費ですよね。今ね、ちょっと踏切渡ってみようと思います。一旦停止して、右、左。おぉ。結構、硬めといったら硬めなんですが、しなやかなね、サスペンションしてますね。すごいね、路面の振動が、室内に、伝わってはくるんですが、そんなにね、嫌な印象は受けませんでした。今回のね、ホンダセンシングのアダクティブクルーズコントロール、ちょっとやってみましょう。このゼロからのスタートでできるということで、はい、今ね、前の車をロックオンしました。はい、前の車がね発進した時に、少しね軽くアクセルを踏んだら、自動的にね今30キロで設定してるので30キロまで加速しております。ここね40キロ制限なんでね、40キロにちょっと合わせてたらよかったんですけど、前の車に、今ブレーキ踏んでないです。今ブレーキ踏んでないんですが、近づいてストップしました。はい、前の車がどいたら、加速し始めましたね。今全くアクセル踏んでないです。いやーすげえ、これ未来がやってきましたね。いやー渋滞時にねすごい便利だと思うんですよね。今まではね全車速に対応してなかったということで、この0キロからのね、追尾ができなかったということなんですが、この K でもねついにここまでできるということですね。今ねちょっと40キロにね設定し直したんですが、これだったらね速度制限もねバッチリですよね。ここまで来た ?OK。で、やっぱりね、この、N ワゴンは、やっぱ視界がすごいいいんですよね。今ちょっと、右折してみようと思います。いや、このドアミラーもね、大きくて見やすいんですよね。はい。いや、後方確認もね、すごいしやすいです。この N ワゴンカスタムね、今乗ってるモデルは L ターボホンダセンシングなんですけども、
ターボモデルじゃないのはね、158万円からですね。で、このターボモデルは166万円からということで、まあ約ね、8万円ぐらいの差で、このターボモデルが買えるということですね。いやー、やっぱりね、この8万円ぐらいの差だったらね、私はこのターボモデルを選びますね。で、このターボモデルはね、このパドルシフトもついてるので、おお、今、シフトチェンジして、シフトダウンしてるんですけど、結構エンブレ効きました。このパドルシフトもね、このターボモデルしかついてないということですね。ちょっとせっかくなんで、このパドルシフトで、ちょっと踏み込んでみようと思います。これやっぱシフトアップの時はね、多分これほとんど使わないんじゃないですかね。シフトダウン、これね、今おお4速、おお3速、はい2速、エンブレ結構効く方ですね。まあこういったね、ファミリーカースタイルの車なんですけど、やっぱりちょっと運転してて楽しみたいですよね。いやー、でもこの見かけもね、結構かっこいいと思うんですよ。交差点でね、曲がる時もこのシーケンシャルターンシグナルランプですよね。これはね、結構やっぱ乗ってる人はわからないんですけど、結構派手なんですよね。はい、今ね、今は緊急車両がいっぱい走ってます。こういうね、緊急車両を走った時はね、ちょっとこう左側にね、止めて停車をしてくださいね。はい、頑張ってくださいね。いや、ちょっとね、前が空いたので踏み込んでみようと思います。おお、まあ今ちょっと目いっぱいね、40キロまで加速しました。やっぱりターボモデルということでね、すごいね、強い加速があるのかなと思ったんですけど、そんなにね、強い加速ではなかったですね。いやー、結構ね、エアコンもね、よく効くんですよ。ちょっと曇っててね、今日は天気が、そんなに良くないんですが、クーラーめっちゃ効くんですよ。これ寒いぐらい。今ちょっと温度下げました。で、これね、プラズマクラスターですね。空気清浄機もついててね、いいんですよね。で、このガラス窓もね、結構いいのついてるんですよね。紫外線とかね、遮熱性もね、結構これで、高めているということで、まあその辺もね、クーラーの効きが今いいのかなという感じがしましたね。で、このブレーキホールドシステムですね。いや、これね、本当にね、便利なんですよ。すべての車につけてほしいという感じしますね。こういったね、今、信号待ちで、赤になりました。で、ストップして、大体こういう時ね、サイドブレーキ引くんですが、ブレーキを、フットブレーキを外しても、今、車が停車してるという状態ですね。今、ちょっと、話すの怖かったんですけどね、話してもね、動かないですよね。今、これでね、完全に、車が停車してるという状態に持っていきます。なのでね、足がね、結構楽なんですよね。休憩しながらね、運転ができるということですね。しかもね、このオートブレーキ機能はね、全車、標準装備ということで、いやー、Nワゴンすごいな。軽と思えないぐらいのこの装備。で、今ね、しばらく乗ったんですけど、やっぱちょっとシートね、硬めですかね。やっぱスポーツさを醸し出してますね。この横のね、ホールド感もね、結構いいんですよね。その辺がね、カスタムと、普通の N ワゴンとね、違いを出してるのかなという感じがしましたね。いやー、やっぱりね、ターボ車ということで力強い走りしましたね。それでいて、この先進的な機能がいっぱいということで、いやー、軽なんですけど、もう十分じゃないでしょうか。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで N ワゴンカスタムターボでした。じゃあね、バーイシュ。ちょっと外装がね、カスタマイズされてますよね。ほら、こういうね、ステッカーチューン。